こんにちは、東海生き物係です。この動画では、バカハライモリ繁殖初心者でも、幼生から上陸後も無理なく育てることができる飼育環境を紹介しますので、参考になれば幸いです。結論から言うと、天然に近い飼育環境が良いですね。無駄に個体ごとに小分けにしたり、幼生の時と幼体の時の飼育環境を分けたりするのは、SNS でのパフォーマンスでしかなく、手間がかかり星にするリスクもあります。初心者の人は手をかけたくなるものですが、環境さえ整えておけば、意外と手をかけなくても成長しますよ。重要な環境条件は、水場と陸地の両方を作ることです。同じ日に生まれた個体でも、上陸のタイミングも違えば、上陸後、早々に水中で餌を探す個体もいます。質問者の中には、餌のタイミングを聞く人が多いですが、個体によって異なるので、水陸両方の餌の準備を早めにしておいた方が良いですね。水場と陸地の両方の環境なら、幼生も幼体も同時に管理できます。この幼体は水中のミジンコを捕食しています。陸地の餌をあまり食べずに水中で活動を始めた個体です。この飼育環境は今までに天然のアカハライモリの生息場所をたくさん発見してきた中からよく見る環境を選んでますので、初心者の人でも再現しやすいと思います。発見場所の多くの底は泥でしたが、泥では管理が大変なので、ろ過砂利などでの環境づくりをおすすめします。水中の餌はミジンコ、ボウフラ、赤虫などの生き餌を与えています。天然の環境に普通に生息する生き物ですが、生き餌の確保ができない人は、ウェブ販売などで多数出品されていますので、活用すると良いと思います。餌を購入する場合は、繁殖がしやすい餌を選んで、自身で繁殖すれば出費も減るし、アカハラに愛情も出てきて楽しくなるので、繁殖をしてみるのも良いかと思います。陸地の餌ではコオロギがベストでしょう。両生類、爬虫類の飼育経験者の多くは、万能な餌だと評価しているようです。初心者でも比較的飼育、繁殖が簡単で、おすすめの餌です。サイズは SSS サイズやピンヘッドコオロギと言われる食べやすい大きさのコオロギが良いです。いろいろくくってみると、わらじ虫などの情報を目にすることがあるかもですが、初心者が食べやすいサイズの餌を自然界で常に確保することは難しいと思います。繁殖かウェブ販売で購入がいいでしょう。初心者の人は自然界で餌を確保できると思わない方がいいです。繁殖にも多少の時間が必要ですので、早く餌の確保が必要な人は、ウェブ販売からの購入が良いですね。初心者におすすめの販売サイトは、ヤフオクの K.S ファームさんが良いかと思います。気になる人はくくってみてくださいね。以前にこんなコメントをいただきました。個人の感想なので、間違いだとは言いませんが、コオロギがダメな印象をつけるのは良くないですね。経験者ならともかく、初心者はコオロギ一択で大丈夫です。マウント取りたいマンの中には、経験の少ない人がよく勘違いすることがあり、それは自分の見ているところだけで判断するということです。飼育環境を整えていればコオロギで十分です。水陸両方の環境づくりと水草や苔などで身を隠す場所を作ることで湿度を保ちながら生活する場所にしてアカハライモリと餌の両方が活動することで自然と捕食することになります。コオロギもアカハライモリも活動するのです。飼育者が見ているところで食べないし逃げられるからってコオロギが良くないという判断はナンセンス。初心者の人はピンヘッドコオロギを多めに入れておけば大丈夫です。心配しなくても見てないところで食べて育ちますよ。
環境の場合はイエコとフタホシとレッドローチを入れていますが、この3種類の中でしたらイエコが一番かなと思っています。個体によって好き嫌いがありそうで、レッドローチが人気薄いです。なので初心者の人はイエコ一択で良いと思います。K.S ファームさんなら安くて数も多いので、少し繁殖用に育てて残りを餌にすることも可能かと思います。水中で生活を始めた幼体にも生き餌が良いですが、早めに乾燥糸ミミズや冷凍赤虫を与えるようにすることで餌の確保に困らなくなることと、ピンセットから食べてくれるようになると嬉しくなるので愛情も大きくなると思います。過去に紹介した動画では衣装ケースを使った簡易的な環境を紹介しています。その動画でも水陸両方の環境で苔や水草を使っていますが、今回はより天然の環境に近づけて、管理も少なく元気に育つ飼育環境です。水草を入れることで植物が水を吸うので、足し水だけで綺麗に保たれ、水替えの手間を省けるのもこの環境のメリットです。イメージで言うと小さなビオトープって感じでしょうか。小分けにして管理したり、幼生と幼体を分けて管理することがいかに無駄なパフォーマンスであるかご理解いただけたでしょうか。間違っても SNS でいいね欲しさに小分けにして綺麗にやってます感を出すのではなく、いかに元気に生かして育てることができるかが最優先だと思っています。この飼育環境であれば餌の投入と5日に1回くらいの足し水とたまに霧吹きをしてあげる程度で元気に育ってくれます。飼育経験者ならわかると思いますが、ごちゃごちゃ触りすぎるのも良くなくて、それによって星になることもあります。飼育者の負担も減らして元気に育てることができるこの環境は初心者におすすめですよ。まとめと補足。1、バカハライモリの幼生と幼体を同時に管理することができる水場と陸地の両方の環境を作ってね。2、幼生の餌は上陸後に水場で活動を始める幼体の餌にもなるので、繁殖することで出費や餌を確保する負担が減るよ。3、上陸後の陸地の餌はコオロギ一択で大丈夫です。陸地を好む幼体は割と大きくなるまで陸地にいるし、水場に移動しても陸地の餌を食べに来ることもあるので、幼体の成長に合わせたサイズに繁殖できるコオロギが餌として最強です。4、上陸後に早く乾燥糸ミミズや人工フード等に切り替えたくなると思いますが、生き餌を好む個体もいるので生き餌と人工フード等の両立に手間がかかりますが、愛情を持って育ててくださいね。5、重要なことです。 SNS 上で自慢げにたくさんの卵から孵化させてすごいでしょ感を出してるブログや動画を見ることがあるかもしれませんが、そんなに管理できますかってなりますので、真似しようとか思わないでくださいね。特に初心者は最後まで面倒が見れる個体数にした方が良いので注意が必要です。アカハライモリの寿命は10年ともそれ以上とも言われることもあります。たくさんのアカハライモリを本当に最後まで面倒見れますか？自然に返すとか都合の良い言い訳で捨てないようによく考えてから飼育、繁殖をしましょうね。アカハライモリの養成は比較的手間がかからないので簡単でしたっていうコメントもありましたが、生態にするまでが繁殖の管理です。富士山の登頂までで例えると幼生の管理は車で5合目まで行っただけです。初心者の人はどんな生き物も簡単だと思わず計画的に愛情を持って飼育してあげてくださいね。今後もアカハライモリの成長記録や情報をアップしていきますので、気になる人はチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.